来てフォローしました。ありがとう、りょうさん、ありがとうございます。やっほーい。リピーター売れてぃ。アリサルームリピーター、似合う。ひとりごとさん、やすべさん、タコ、ありがとうございます。イエーイ。いさめさん、音符ありがとうございます。リボン似合ってる。ほんと今日は数学やろうぜ。もちろん。みんな数学教えてくれるために集まってくれたのかい。カラコンやろう。花束ありがとうございます。大人っぽい。嘘。イエーイ。今日はアディダス。そう、アディダスなのにリボンつけた。アディダス。母さん、アイスありがとうございます。電話会、あー NMB さんみたいな。え、あれ本当に電話するの？すごいね。どういう感じ？同い年とは思えない。そっか。イエイ。JK やばいよ本当に。有望さん、かわいい、ありがとうございます。かわいい。やっぱあれだな、高校生はあれだ、提出物が多いや。提出物が多いや。まだお仕事中。おー、頑張ってください。ヒューちゃん、おー、ヒューちゃんだ。ハートありがとう。チョコキッちゃんのヒューちゃん。ハートありがとう。福ちゃんついたにうどんで飲みました。見た、イエーイ。福ちゃんのツイッター、うどんで乗ってた。うれぴー、うれぴー、見てくれた、いいんでした。数学はできんけど。うれぴー、ピザーピザ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 。こんばんは、ヒュードン。どういたしまして。ありがとう、ヒューチャーハート、だるま、チョコキッチャーバラ、ありがとうございます。うれピーマン、もう勉強しないので見とく。なんだってなんだってなんだって。やっぱ高校生は鬼だな。よっ、そごう6時閉まってた、マジ。そごう6時までなの。はやる。今日はお水を持ってきました。ストローはスヌーピー、かわいいでしょ、スヌーピー型。イエーイ。映えてる。おお。カメオー、テレレレレ、テレレレレ、カメオー、見せましょう、いい角度で、テレラララララ。ストローで飲み物飲むと何でも美味しい。あー、のんちゃん流。いや、そんな変わらんやろ。まあ、こじゃれた感出るよね。こういうストローで飲まんとさ、意味ないやん。普通のさ、まっすぐのストローで飲んでもさ、普通じゃない。ウォーターサーバー、これはでも普通にイロハスの名図や。これはウォーターサーバーじゃない。久しぶりにタイマーに会いました。おお、あらきっちゃん、ありがとうございます。大学卒業したみたい。おー、おめでとう。おめでとう。こんばんは。星回収完了。配信してくるからまた、え。配信してくんの。バイちゃん、また来てね。こんばんは、ヤホマル、ヤホマル。カメオ、ドゥルルルル。え、イコラブさん延期なんや。カナピー、カメオー、
れ難しい、覚えよう、覚えたいけど。イコール Hey、 イコール Love、 Hey、 強気の女の子は Hey、 いないと思ってます。ラムチナンラムチナンウィーウィーニーマジっすかマジっすかラムイニーみたいな、あの英語がわからん、全然読めん。ラルタタラタラウィーターワーイラルタラタラルインデーチャンスラリーラリーラタラタラタタンラリーラリーテイチャーテイチャー。配信ありがとうございます、お疲れ様です。ペコリイエーイ、ありがとうございます。グッドイブニーフロムオーストラリア、アリサさん、イエーイ、オーストラリアからありがとうございます。ヤッホー、アンディブー違う、アンディブーさん、ありがとうございます。仮名をめっちゃ聞いてるよ。英語よ、これぐらいは読めるわ。I am from 広島。I'm from 広島。Yay! Nice to meet you. こんばんは、がわわ。すごい、こんぐらい読めるわ。中1のもう初期レベルや。インターナショナルスクール。Oh no! カメを見せましょ、あ、何だっけ、カメを気づいてるカメを見せましょう、いい角度で。Hello! Please just call me Andy! Andy! Andy さん Andy さんだそうです。やっほー、総一郎さん、花束ありがとうございます。花束ありがとうございます。インターナショナルスクール、インターナショナルスクール変、インターナショナルスクール I'm living in 広島。living 住んでますってこと。住んでます、する、広島へ。英語覚えるの得意でしょ、誰が、あれさ、英語はノリよ。ノリノリ。お、広島、イエス。広島。やばいやばいやばい。リミットズミーアバウト。サンフレッチェ広島 FC。おお、イエス。サンフレッチェ、そう、合ってる。FC は何や、カープ。サンフレッチェ&カープ、トゥトゥルトゥ、ベースボール。野球ってなんていうかいね、ベースボールよね、野球って。広島ベースボールチーム、その名もカープ。どう、イエーイ。FC フットボールクラブ、ああね、うん、フットボールクラブか。ベースボールゲーム、ベースボールチーム。スケモーくん、バラありがとうございます。今日もお疲れ様、ありがとうございます。今日も皆さんお疲れ様です。ご飯は食べ過ぎた。アリサもやばい、うん、やばいよ。そう、でもさっきチーズタッカルビ食べたよ。そう、6時半に食べたから全然大丈夫。6時半に食べた、もう食べない。ふうさん、ハートありがとうございます。しかもね、夕方はそう、炭水化物を取らないダイエットにしようと思って、朝と12時ぐらいまではいいよ、12時ぐらい。タッカルビ、そう、12時ぐらいまではいいけど、それ以降の半分はもう炭水化物を食べないっていう。ダイエットにしたよ。
筋トレ、筋トレね、あのめっちゃね、あの階段めっちゃこんなこんぐらいあるんよそうこんぐらいある階段をねダッシュしたんや今日ってから、そうそれでね、コウコちゃんからね、そうどうせ暇やろって来たからね、うん今階段ダッシュ忙しいからって言ったらね、はそれ意味ないよって言われた。悲しくない？坂ダッシュ？坂の方がいいん。階段ダッシュしたんよ、こんぐらいある坂道をねひたすらこう登った、うん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 ってからそしたらね、そうそしたらあの無駄なところに筋肉がつくだけやからそれダメって言われた、川がちゃんに。うっそー、あんな頑張ったのに。超長いんよ、超長い階段をめっちゃもうおらーって走ったのに意味ないって言われた悲しい。しかももうね登りきる、あと3分ぐらい、あと3分じゃない、あと30秒ぐらいで登りきるってところで言われたんよ。悲しくない？だから降りるときはゆっくり降りた。あ、角度による、なるほど。坂じゃないよ、階段よ階段そう超いっぱいある階段を一段飛ばしとかせずにもう一個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 走ってこうやってダッシュ、階段ダッシュ、わーって全然意味なかったらしい、悲しいんだけど。カナビエン頑張ったことにパチパチ、確かにねそうだよね、成長期はバランスの良い食事をよく耐えて、あーそれなんかさダイエットアプリの人にも言われたそうダイエットアプリをね入れたいんよ、そうなんかよ何がいいんかよく分からんけど、まあ、4個ぐらい4つぐらい入れてから目標体重はみたいな聞かれるじゃん、それで入力してからね、今から8キロ痩せますって言ったんよそうアプリの人にね、今から8キロ痩せるんでって言ってみたらね、それはダメですってからね言ってたアプリのキャラクターがめっちゃおもろかった、それはダメですよ、成長期がなんとかこうとかでみたいなめちゃくちゃ面白かったアプリの人と同じこと言ってるアプリはびっくりそう面白かった、それはダメです、ここに汗が散ってから面白すぎた、おっ今がベスト、今確かにダメなんよ今がベストはダメよ、鬼丸に怒られる今日も可愛いでイエーイ、アドマルームときちゃう、階段だし風を待ついや、あそこはさすがにきつい、風を待つじゃないけどウーバー配っててマンションの5階とかマジやばいウーバーイーツやったことある？やすべさん、誰もありがとうございます、サラダチキン、サラダチキンあんまり好きじゃないよね、なんかサラダチキンはなんかあんまり好まん好まん、なんかパサパサ一人でなんか汁はあるけど、そう汁はあるけど染み込まずになんかパサパサしとるし、飽きる味しとるよねなんかあれ丸々一個は食べれないな、野菜は、野菜は全然苦手じゃないよ、野菜炒めとか、野菜はキャベツと玉ねぎと人参オッケーオッケー、枝豆も好き、枝豆って野菜聞くけど豆あれは、それかシンプルなやつが好き、なんかお店でさ出るやつってさなんか彩り重視でパプリカとかのっとるけど、そういうのはいらんのやそういうのはいらんの、普通にキャベツの千切りでいい、キャベツならキャベツだけでいいんですよ、そういうのいろいろり
彩り気にしてさ、なんか紫キャベツとかさ、なんかアセロラみたいなやつあるじゃん、赤いのあれとか、そうパプリカとかはいらんのよね。家で食べるみたいなやつが、そうおしゃれ、おしゃれのやつはいらん。おしゃれなやつは普段食べんからね、お口に合わない。そう、そういった方がいいね。うん、紫玉ねぎ、あれ玉ねぎな、なんかアセロラみたいなスライスしたやつみたいなのっとるじゃん、たまに。レッドオリオン、なるほど。青汁とか無理よ。青汁飲んだことあるよ。うん、輪切りのやつ、そう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 、それそれ。アセロラ、アセロラジュースとか合うって、なんかね、あのアボカドとか、アボカドとか食べたことないけどさ、あれは完全に食わず嫌いやな、アボカド。やばくない？だってアボカドだよ。アボカド好き？アボカドじゃねえし、アボカドだしっていうやつ好き。マジアボカドは無理っす。え、やっぱり今の青汁美味しい。あ、なんからしいね。ぐちゃぐちゃ。いや、アボカド絶対ありちゃん好きな味、なんでわかる？特徴はアボカド、どういう味がするの？アボカド大好き？マジ？いや、アボカドよ、アボカド嫌よ。パンに塗ると美味しい、どういうこと？マジ？バターみたいな感じ。アボカドとチーズも海苔のサラダが美味しい。なんかサーモンとアボカドの丼みたいなあるじゃん、サーモンとアボカド丼ぶりみたいな。サーモンを大好きじゃけ食べたいと思うけど、アボカドが乗っとったらね、ちょっとやめる。ちょっとやめてしまうけど、絶対美味しい。本当？女性に人気の食材らしいね、らしいけど、ゴーヤは無理よ。ゴーヤ食べれる人なんかおるん？アボカド僕は嫌だ。パーンって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 。確かに。やっぱ大人は違うよね。なんかこの前のね、あのね、なんか野菜ジュー、野菜なんてかな、ね、野菜ジュース、野菜ミキサーみたいな感じでから、野菜のミックスジュースみたいなのがあったんですよ。そう、なんか作る工程を見とったら、野菜スムージー、それだ、ビビーン。なんでわかった、言いたいことが。それだ、野菜スムージーで、からなんか甘酒あるじゃないですか。甘酒も嫌いなんよ。え、飲んだことある？甘酒って飲めるのも知らんかったしさ、全然このまま味だったんやけど、あるよマジ。そう、なんかおしのっぺさん、チューリップありがとうございます。チューリップ、甘酒をなんかすんごいボーンって入れて、まずミキサーの半分ぐらいまでボーンって甘酒を入れて、でキャベツを入れるんよ、千切りに。千切りやったか、まあ、忘れたけど、キャベツをとりあえず入れるんよ、めっちゃ大量にボーンって。からの何やったっけ、ブロッコリー入れよった気がする、ブロッコリー。ブロッコリー入れてから、なんかもう2種類ぐらい緑の野菜入れたんよ、忘れたけど。そう、緑の野菜ばっかり入れるんよ、人参とかは入れずに緑の野菜ばっかり入れて、で最後になんかバナナ、そうバナナをの輪切りをなんかめっちゃちょっと4切れぐらいボンボンボンみたいな。野菜ジュースなんかほぼさ、バナナかなんか牛乳かとかのイメージあるじゃん。なのにもうバナナはトッピングかってぐらい4切れぐらいちょんって入れるんよ。それをブーンってミキサーにかけてから、野菜ジュースでーすってなんかそう、あの売ってあって、それをそう、コウコちゃんとチホンヌがめっちゃ飲んでた、美味しいってから。アリサもね、一口飲んだよ。アリサは買わなくてから、そうバナナの癖が強い。
バナナのバナナがいっぱいあった方がよくない？バナナ4切れぐらいしか入れてなかった、ちょん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 って。それでね、飲んないけどで、ね、アリサには美味しさがちょっとまだわからん。わかんなすぎたよ。アリサはあのキリンレモンの炭酸ジュースを飲みました。そう、キリンレモン、キリンレモンの炭酸ジュースを飲みました。すごく美味しかったです。お金もらわな飲まれ。逆や、こっちが出さなきゃ。こっちが出さなきゃ。安定ですね。そう、安定ですね。野菜ジュースよりは全然美味しかったよ。キャベツのさ、ジュースとか見たことある？ないないない。ないないない。こんばんは。あ、わかる。野菜生活ならいける。アリさんもどの色も好きよ。野菜生活なら紫もオレンジも緑もどの色も好きですよ。確かに珍しいでしょ。キャベトン、キャベトンラーメン。何それ。紫が好き。アリさんは何色が一番って言われたらオレンジかな。オレンジが好きかね。紫しか買った。嘘、そんな紫美味しかったっけ。最近どうでないっけ、ちょっと忘れた。紫、嘘。アリさんオレンジが好きだった気がする。今日また試してみる、どれが好きか。いいね、野菜生活をさ持ってたらさいいか。野菜、あれ黄色なの？オレンジか。嘘、オレンジやろ。黄色あれ。うっさーん、うっさーん。紫が好きやったか、マジ？野菜生活持ってからおはようございますって言ったらいいかな。好感度上がる？うん。いいね、野菜生活持っとこう。いつもいつも手放さずに。手に。業務用スーパーで大人が野菜生活。いいね、いいね。だいぶ甘い。うん、全然全然野菜感じんもん。あれ、野菜生活か分かる。嘘やん、野菜生活って読んだり。嘘、マジか。全然野菜感じない、野菜生活は。美味しい。あれ、カロリー高かったん、マジ。でもなんか持っとったらいいよね、野菜持ってますって感じで。なんかいくない。マジか、フルーティーだから。そうそうそう、フルーティー。感じない野菜、伝わる。いや、伝わるよ、わかる。感じない野菜だもん。本当に野菜入ってますかってぐらい感じない。こんばんは、はじめまして。そう、いつからはじめましてだったやろ。なるひさん、お久しぶりです。野菜感、野菜感ない、感じない。トマトジュースね、嫌いなんよね。トマトジュース嫌いなんですよね。美味しい、あれ。トマトジュースもう大好き、マジか。トマト、なんかペットボトルに入ってるトマトジュースってあるじゃん、なんかスーパーとかに売ってる。あれは嫌い。あれは嫌いないけど、トマトは食べれるよ。ちっちゃいプチトマト、フルーツトマトぐらい。フルーツトマトぐらいだったら。あのスーパーに売ってるトマトジュースは嫌いけど、自分で作るトマトジュース好きなんよ。意味わからんやろ。自分で作るトマトジュースは好きよ。野菜ミキサーにトマト入れるじゃん、ビョンって。そしたらバナナを入れるんよ。そう、トマト、バナナで水
水をちょんと入れて氷をポンと入れて、で砂糖を入れます。そして甘くします。それでビョーンってやって作るトマトジュースはマジ最高。夏によくする。そういっぱいたんまりたんまりトマトをもらって、こんぐらいトマトをもらって、そう食べきれんってなったらジュースにする。あれはマジで美味しいけん太る。いやマジで美味しい。そんなスーパーとか売っとるトマトジュースと比べ物にならんぐらい超美味しい。トマトは好きよ。うん、トマトジュース、自分で作るトマトジュースが大好き。トマト冷凍して、あ、そうそうそう、トマト冷凍してからやってみるんよ。そう、めっちゃ美味しい。トマト珍しい、本当。バナナ、そう、トマトとバナナ最高。トマトとバナナで、まあちょっとちょびっとだけ砂糖をピロロンと入れていくんよ。トマトとバナナが最高なんや。トマトだけで作ったら無理やけど、トマトとバナナ最高。今度教えてほしい。超簡単や。じゃあ夏になったら、バナナじゃないわ。あのトマトの季節になったらやりましょう。いや、ほんとほんと、マジマジマジ。マジ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 。うん。マジ。マジよ。ジュースにするのとそのまま食べる。いや、ダメダメダメ。ジュースの方がおっきいよ。でもね、なんかすぐね、なんか、じゅくじゅくしてから、なんか、下の方から分離するんや、なんか。トマトの液体みたいなやつと、なんか泡みたいなやつと、すぐ分離するから、そうすぐ飲まんといけん。ギャーン入れてーってすぐ飲まんとやばい。そんな感じ。いちごとバナナやで。いちごとバナナで何する？ミキサー。いや、ミキサーって最高よね。ミキサーはね、生きる上で大切よ。超大切、ミキサー。あれがあったら何でもハッピー、人生ハッピー。ミキサーって大事じゃない？食の専門、そうですね、食の専門家でございます。ミキサーあれば結構生きれるよね、何でも。バナナオーレ、それは嫌い。いちごオーレか、あれは嫌い。なんか、そう、いちごオーレ持ってたら可愛いけどね。そう、見た目可愛いけどね、いちごオーレとか持ってたら。あれな、甘すぎて嫌い。ミキサーお片付けがね、うっそー、ぴょん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 。なんかあのスタバみたいなやつがあったらいいのにね。なんかわかるよ、アリサも欲しい。あのスタバさんだったらさ、こうビューンってこう、何、抹茶フラペチーノ作るじゃん。それが終わって容器に入れたら、なんかそこに刺すんよ、なんかこういうのにボーンって。そしたら一気に水が下から出てプシューンって一気に洗ってくれるみたいな。そう、あれマジすげえと思う。スタバの機械欲しいよね。あれずっと見てるもん。いつも見てるから、そう、すごいなって思って。そう、なんか片付ける専用の機械があって、シュンってそこに置くだけでプシューンって水が出て、もう一気に洗浄されるんよ、終わり。そしたらまた次の材料入れて、すぐ作れるんよ、次の飲み物が。あれマジですごい。ミキサー持ってる？ミキサー持ってるよ。ミキサーはあった方がいいよ。いいよ。ありそう、教えてしまう自分が怖い。なんで、なんで、いいじゃん。イエーイ。今日から里やんは見直し、ありそう教え。今日から里やんはアリンコ族に任命します。拍手。みんな拍手。何オーレが好きな、ありそうはカフェオーレ。カフェオーレしか許さん。いちごオーレは苦手。うん。フラペチーノめっちゃ注文したから見れる。そうや
ね。だってあったかいのがあんまり飲まんもん。スタバであったかいやつって言ったらなんかコーヒーあの強めでなんか苦くない？そうなんよ。あったかい冬にね、冬にさすがにフラペチーノは寒いなと思ってあったかいの頼んでみたいよ。そしたらなんかあったかいのはすんごいコーヒーが強いよね。あれそう大人って感じの味がしてめっちゃそう、あのフラペチーノとあったかいので2種類さ出るときあるじゃん、新作でドーンって冬ぐらいに。それのフラペチーノはめっちゃ普通に美味しいんやけど、あったかい方を頼んでみたらめっちゃコーヒー感が強くてあの苦いことが多いんですよ。スタバ2に任せろなあ。そう冷たいフラペチーノとあのホットの ドリンクがボーンって一気に出た時、サンタさんのやつとか、そう冷たいフラペチーノはすごい美味しいんですけども、あのホットのコーヒーの方はすごいなんかコーヒー感が強すぎて、そうなんか大人向けないよ。そうだからアリサは冷たい方を絶対に頼む。そんな感じ。甘々すぎる、苦すぎる。確かに。そう甘党なわけじゃないよ。甘すぎるのはめっちゃ嫌いだもん。そう甘党なわけじゃないよ。そうかといってまあ苦いのは嫌い。そうコーヒーは絶対、コーヒーは大人になっても飲めん気がする。私はあれは飲めるようにならんわ。苦い。フォロー外した。どうしてどうしてそんなことするの。どうして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 フォロー外したの。簡単に言ったら新作が好きってこと。あそうやね、新作が出たら飲みに行く。飲みに行くけどね。でも定番も好きよ。バニラフラペチーノ、バニラクリームフラペチーノ、ダークマカチップフラペチーノ、キャラメルフラペチーノ、抹茶フラペチーノ、この4種類の中からいつも選ぶ。そうそれ以外はただまだ。それ以外は挑戦したことない。うん、ドゥ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 。あったかいのに甘ったるいのは確かに合わないね。確かにね。抹茶フラペチーノしか勝たん。おお。でもあれはあの似たような味に家でも作れるからおすすめだよ。そうおすすめ。もう抹茶の粉がなくなっちゃった、作りすぎて。うん、あマンゴーパッションフラペチーノ、あれはね飲んだことない。マンゴー、あれフラペチーノな、マンゴーのやつってなんかへちゃげ、あの上がさフラペチーノってこう丸いじゃん蓋が、だけどあれはへちゃげたやつに入ってくるじゃん。わかる。平らなやつ、上にクリームが乗らないじゃん。だからあれは飲んだことないんだよね、マンゴー。そう最後にフラペチーノこうやってクリーム乗せるから こんな丸い蓋がつくんやけど、マンゴーのやつはまっすぐないよ、クリーム乗らないから。そうだから頼んだことないの。どういうことやねんって感じ。スタバのスコーン地味にわかる。クッキーも美味しいよ、チョコレートチャンククッキーっていうやつ、あれ温めたらめっちゃ美味しいから。そうなんか噛み心地がね、なんか普通のクッキーじゃないよ、全然違う。カリッって感じじゃんクッキーって普通なのにね、違うんよ、ふわんって感じ。あれは食べてみてわからない。マンゴーパッションティーフラペチーノ、あフラペチーノやったん。チャンククッキー美味しいよ本当に。何このスタバの話した。そうよ、うん、早く会いたいよ、嬉しい。アリさんもだよ。フラペチーノ何が出てきてるのか謎。確かに確かに分かる。まあ牛乳は絶対あるじゃん。でなんかこんな透明じゃない、半透明ぐらいのこんな四角い、そうなんかこう細いのがこうついとる液体があるじゃん、それをなんかプシュンプシュンプシュンってこういつも押しとるイメージ、わかる。そう氷入れて牛乳入れてその液体を2回か3回ぐらいプシュンプシュンプシュンって押して蓋を閉めてこうぐるーんってミキサーにかけてるイメージです。私が
見るとこ見るところによるとわかる、想像できるでしょ。こんぐらいの四角いやつが何個か並んでる。多分ダークモカチップ用、抹茶用、キャラメル用、バニラ用みたいな、何種類か並んどって、それをクシュンクシュンクシュンってこう押すんよそう、それでガーンってミキサーにかけるそれでできる。なんかあったかいやつはなんか違うんよね。また、まあ、こっちらへんのレジの横らへんにある機械を使うんよ、あったかいのは。そう、それで洗うときはなんかこうキッチンペーパーみたいなここに巻いて、プシューンってプシューンってこうなんか煙が出るんよ、めっちゃ勢いよくプシューンって。それでこう拭き取って洗ってるみたいですそう、あれすごいなって思う。そう、一回ボタンを押すだけでプシューンってこうなんかあったかいあのお湯が出るんかなあったかい蒸気が出るんかな。そう、それでシュンって一瞬にして洗うんですよ。すんごい素晴らしい洗うとこにそう、めっちゃ見てる、めっちゃ見てるね。プシューンってこうプシューンって感じよ。すんごいよ、早い。なんでそのお前、嘘、見ません、普通そう、いつも行くときに見てるよ嘘マジか。あとドーナツも美味しいよスタバはね、ちょっとお値段するだけあってやっぱ違うね、普通のとは。そう、100円とかで買えるドーナツとやっぱ違うわ240円ぐらいするやけど1個ね。そう、1個100円のドーナツと1個240円のスタバのドーナツは絶対にわかる絶対にわかるそう絶対わかるよ。だってね、もう全然違うもん。あの100円だったらあのドーナツの生地に上にチョコが乗っかっとる感じじゃん。でも240円のドーナツはこうかじったら中にもチョコが入っとんよ。そう、上だけじゃない、表面上のチョコじゃなくてね、中身からジュワンって溢れるチョコっていうかそう、あれにびっくりして、なえ中にもチョコ入ってるって感じでびっくりしましたそう、シフォンケーキは食べたことないけど美味しいんですか。うぃそう、こう上に乗っかってるチョコ、見た目ではわからない、一口食べてみないとわからない、中に入ってるこのチョコがジュワンとこう弾ける感じがすごく美味しいですそんな感じ。シフォンケーキシフォンケーキ美味しい、美味しいよな。クッキーも好きよ、アリサも好きあとはあのパンあるじゃんスイーツ系だけじゃなくて下の方にねパンがあるんですよ。あれのハム&チーズみたいな、そう、あれがほんまに美味しいけど食べてみてくださいそう、パンバケットみたい、フランスパンみたいなやつにハムとチーズが入ってるやつ、あれほんまに美味しい。あれはなんかチャラーニがそうなんか好きなやつで、そうチャラーニが何回もなんかドライブスルースタバに行ったら頼むから気になって食べてみたんや。そしたら超美味しい、超美味しすぎた、なんでこんなん知ってんのって感じだったそう、美味しいよ、ハム&チーズ最高。おー知ってる、超美味しい。マックカフェ、マックはあんま行かんマックはカロリーモンスターってイメージがあるからマックはあまり行かないからわからない。ランチパックね、ランチパックはこの前みちに教えてもらったんやけど、ランチパックはね卵しか食べてなかったよ、アリサは。そう、卵の常連やったんやけどこの前みちにあのピーナッツバターを教えてもらった。そう、ランチパックはピーナッツバターが一番美味しいよって教えてもらってから超美味しかった。そう
そう、2つ入ってるのを分けた。分け合いっこしたら超おいしい。ピーナッツバター。絶対高カロリーの分かる。分かるけど、めっちゃおいしかったわ。確かに。飲み物だけでカロリーを。スタバ？いや、スタバはオッケー。オッケーオッケー。マックは、だって、マックのシェイクだけだったら物足りんじゃん。スタバは物足りるけいいんよ。そう、マックはカロリーモンスターってイメージ。そう、マックだって言ったらさ、マックの飲み物だけ買ったら買っては買えれんじゃん。そう、マック行ったらポテトもなんか食べたくなっちゃうし、チキンナゲットもゲットしたくなるし。そう、なんかいろいろ買ってしまうじゃん。だけどダメないよ。ダメ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 。てかね、そう、広島駅マジでね、今お店が開いてなくてからね。そう、うん、そう、楽しくない。うん、マックは歩いていける。そうなんや。ベーコンポテトパイ、何それ。そう、広島駅、そう、コロナとかやないよ。あの、なんかアッセ広島みたいな。名前合ってるっけ。そう、アッセ広島が、そう、閉店してからね、そう、もうブーンってもう閉まってから、そう、3月いっぱいだったよね、あれ。3月いっぱいで閉まってからね、そう、コロナとかじゃなくて普通に閉店しちゃったんよ。もうなんか今何もない。そう、何もないの。カナピエン、俺の汗、俺の汗が、汗きれいにな、え、あれどうなる、なんで閉まっちゃった、あれ何ができるんですか。カフェ風車がなくなった。わかる、カフェ風車。アリサが一人でパフェデビューしたところ。広島駅で時間ありすぎてから、そこでね、そう、カフェ風車でから初めて一人パフェデビューしたんよ。そう、一人でそういうパフェとか食べるの初めてやってから、そう。デビューのお店よ、私の、カフェ風車。うん、そう、行ってくれたんですけど。本当ですか。あ、うっそー。広島駅でなんかずっと一人で、なんか早く来すぎたんかな、何やったか忘れたけど、そう、なんか時間ありすぎてからね、どうしようと思ったら、ここパフェのお店、パスタとかもあるけどね、そう、パフェ食べてたのを思い出した。新しい駅ビルになる2025年、5年もかかんの今から。え、5年間じゃああそこ何もないん、やばない。やばない。北口はいっぱいあるの、広島駅の北口は。あれ、普通、いつも通り。北口はできたばっかりだもんね。だっていい感じになったばっかりだよね、駅来た。あの大きさだったら5年かかる。マジかー、マジかー。北口はね、いろんなやつあるよね。北口になんかタピオカあるらしいけど、そこは行ったことない。行ったことない。新幹線口、そう、福屋、福屋か、福屋ね。福屋は確かに空いてる。広島駅リニューアル、リニューアル。そう、だからなぜか、そこのアッセっていうビルを、そう、なんかが閉店したんですけど、その下にあるマックとかリトルマーメイドっていうパン屋さんとか、お好み焼き福ちゃんってところとかも全部閉まった。だからマジでね、そう、やばいよ。やばい、スタバしかない、広島駅。スタバだけ生き残った、駅に近い方のスタバ生き残ってる。そうだよ、カナピエン。カナピエン、福ちゃんめっちゃ好きだな。福ちゃんも今閉まってる、カナピエン。
スタバ優秀。え、スタバやばいからね、広島駅3つあるからびっくりするよそう、しかも超近くに、普通に新幹線口からこう歩いてすぐ見えるスタバと、その駅もう閉まった、今はないけど、あのアッセをちょっと登った階段ちょびっとだけ登ったところに一つあって、でまあちょびっと出るんですけど、外に出て蔦屋家電のところに3階あ2階だったかな、忘れたけど、あるんよ1個そう3つもある、そうやばくないありすぎやろって感じそうやばやば、広島の人さ、それないっぱいあるよね。パルコにもなんかできてたし、下にあるのにね、ウィゴのところにあるのに、パルコの中にもできてたし、やりすぎやろありすぎや、本当に。いや、こらしょー、こらしょしょビッグカメラ、ビッグ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 カメラ。ふうさん、かわいい、ありがとうございます。イエーイ。パルコのスタバ穴場感ある、わかる。なんかアリサも、え、スタバできたんってなったもんパルコのとこマジって思った。やばいよね、すごいすごい、本当にすごいわ。ビッグカメラでジュース買うねんおんウィゴウェゴウェゴ、なんかいろいろおるよね。ウィゴーよ、ウィゴー、ウィーゴーとかいう人おらん、ウィーゴーいや、おかしいおかしい、ウィゴーよそう、ウィーゴーとかいう人おる。ドゥルルルルルルル、そう、エディオン、駅の隣のエディオン、エディオンにあるっけ。いや、これひょーん、スタバ行ったら、一番好きなのはキャラメル。なんかちょっと苦いけど、あの美味しいそう、ちょっとにキャラメルのフラペチーノ自体は苦いけど、上にかかるキャラメルソースが甘くて美味しいんよ、キャラメルフラペチーノ。でも抹茶も好きだし、ダークモカチップも好きよ。そう、大体その3つやけど、あのバニラクリームフラペチーノっていう真っ白のやつがあるんよ、あれにチョコチップをトッピングしたりして飲むことはあるそう、それもおすすめ。バニラクリームにチョコチップ足したらクッキー&クリームみたいになって超美味しいからおすすめ、おすすめだよ。バニラ好き、キャラメルわかる、美味しい、わかってるじゃないですかキャラメル美味しいよそう、たまにチョコチップ50円だけど、チョコチップ追加したら美味しいから。チャイばっかりだった、そう、なんかね、あのバニラじゃない、カフェじゃねえ何だっけ、ホワイトモカ、ホワイトモカがめっちゃ好きなマネージャーさんおるそう、なんかいつもホワイトモカを頼んでるマネージャーさんおるから、なんかほんまに美味しいかな、なんかこれ甘い、これは甘いよって言われたから、美味しい、ほんまにと思って飲んでみたらけど、いや、やっぱアリサの甘いとは違うよ違ったそう、大人混じっとる、甘いっちゃ甘いけど、そう、大人混じっとるけど、ちょっと嫌いそう、あれはまだだ、まだダメだったまだ甘いの部類に入らん、あれはキャラメルやホワイトとか大してる、そう、ちょっと大人の皆さんはいいかもしれんね、ホワイト。キャラメルマキアートってさ、なんかキャラメルってつくけさ、美味しいんかなと思ってみたけど、あれもあの大人の味だったなキャラメルマキアート、そう、キャラメルっていうのがつくけ美味しいかなと思ったけど、あれは大人でした、大人列車大人列車だれ、よし、それではじゃじゃーん、ふくちゃんキャラメルマキアート好きなの、おっとねー、おっとねー、かかちゃん、そう、かかちゃんなんでブラックコーヒー飲めるんやろ、マジで尊敬する、リスペクト、あれはやばい
ブラックコーヒーはやばい、うん、チャイを飲んでみて。分かった、うん、チョコキッチャのおごりだぞ、イエーイイエーイ、みんな行くぜチョコキッチャのおごりだってイエーイ、嬉しい。チャイマンねんブラックは和菓子と合うね。そうなん、和菓子好きよ。みたらし団子とか、うーん、桜餅とかいちご大福とか、和菓子めっちゃ好きよ。八朔大福とか。今日も勉強します。じゃじゃん、新しい数学1。これまだまだ皆さん続きますんで、ご協力をお願いいたします。じゃじゃーん、全部持ってきました。数学1年2年3年中学の1、2、3年、中学校3年間の数学を復習していきたいと思いますはい、そろそろ全て持ってきましたのでシリーズ化です、ついに、イエーイちゃんと数学はちゃんと捨てずに取ってるんよ、1年からずっと。すごいでしょ。てかどこまで行ったっけどこ、乗り物の癖が強い確かに笑った、そう言われてみたら。ね、方程式だったよね。方程速度と優越感、方程式 NOW だったよね。イエイイエイイエからの、そう、方程式を忘れとんよ。方程式は忘れたらいかん。そう、難しくなるからね、どんどん。やばいやばい、方程式、式の中に文字の代入する値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を方程式という。ふん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 、いーこれしょー、うんー、方程式の問題をいきたいと思います。あ、テロップ書こう。今日の課題は方程式、なんかかっこいい、方程式って書いとった。テロップが方程式とかかっこよすぎんかオッケー、じゃあ確かめ1、はい、ででで、ん、方程式 3x プラス5は8。じゃじゃん、これは初級問題、 3x プラス5は8の方程式の解はどれですかという問題です3x プラス5は8。それでは解いていきます。これは、え、待って、どういうこと、待って待って、方程式の解を求めろってことよね。なんかマイナス1、0、1、2のうちの解はどれかって聞いてる。あ、だからこれはそういうことか。あ、これ間違えましたね。1、え、 x は1、待ってそういうことか。ってことは、ってことは、こてこってことは間違えた。ってことは、はい、出ました、ダダーン、アリサも答えは1になりました。これは簡単すぎた、1だな、これはちょっと簡単すぎました、すみません、ミスミスミス、よし、これは単なるミスでございます。なんだこりゃ、等式の性質、等式の性質、等式の性質なんてあったっけ。いくよ、読みますね。等式の両辺に同じ数や式を加えても等式は成り立つ。 A イコール B ならば A プラス C イコール B プラス C。 あーね、なるほど、等式の両辺から同じ数や式を引いても等式は成り立つ。
A と B が同じだったら A イコール C A マイナス C イコール B マイナス C、 うん、 A と B が同じ数だった場合、同じ同じようにこう足しても一緒だよねってことか。あ、これはわかるわ。何でもございません。方程式 x プラス9は4を解いてみよう。 x だけにするために両辺から9を引くと x プラス9イコール引く9は4引く9、はあ、そういうことか。はあ、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 プラス、おーね、なるほどなるほどなるほど、わかりました。それでは練習問題、理解したところで練習問題、じゃじゃん。 10 プラス x イコール7、10プラス x イコール7、これはなるほどね、これって答え一緒になるんかね。10プラス x から10を引くのと7から10を引く、あ、でも、あ、そういうことか、同じことやん待って、文句言いすぎ、ごめん。ってことはマイナス 3! x イコールマイナス 3! イエーイ。こうやって説明されたんやけどね、10プラス x を x だけにするためにここに10を引きます。そしたら7にも同じように10を引きましょうって言われたけど、普通にこんな10引くめんどくさいことせんと、普通に x イコール7引く10ってこうしたらいい話よね。じゃじゃんこっちを x だけにして7の横に符号を変えた10をこう持ってきたらこういう同じことになるよね分かった、ここは知っとるわ、答えが話す早すぎ、確かにここは分かってるわ、私こんぐらい分かるわ、あはは、すげえ天才でしょ、そういう意味だよねこれはこんな難しいことを教えてくるのね教科書さん。それでは、ここら辺は分かります。え、待って、分数出てきたよ、分数と苦手やけ、ちょっと私はい、4分の 1x イコール54分の 1x イコール5解いていきます。 x は5マイナス4分の1、待って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 、これは計算スペースがいるから、うん、4分の 19? え ?20?いいのでは、あ、そういうことか、あーね、あーねそういうことか、ねえ、ちゃんとツーブしたのに、ちゃんとツーブしたら間違えた、そういうこと、4かけろってことか、あ、これはあーね、4分の1だから4と1を逆にして1分の4だから4かけろってことね、理解理解理解しました、やばいやばい、昨日どうする、嘘かけたら良いんだね、分かった、理解しました、移行出てきた、移行、マイナス 2x を移行すると、あ、そういうことね、これはできるわ、ほんまかって感じやけど、え、分母を払う、出た、え、待って、分母を払うはやったよね、
あ、昨日と同じとこやりよった。分母と分母を払うやったよね。一次方程式出た。一次方程式、これまで学んだ方程式は移行して整理することによって一次式イコールゼロの形に変更できる。このような方程式を一次方程式という。一次式イコールゼロ、一次式ってあれだよね。一次式って文字が1個しかないですよってことですよね。 X だったら X だけみたいな、 Y とかは出てこない。 X だったら X しか文字が出てこないってやつが一次式ですよね。違う？そうだよね。 X と Y が出てきたらもう一次式じゃないよってことよね。なるほど、なるほどね。ヘイ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 。それでは基本の問題、基本の木、基本の問題を解いていきます。はい。 7x-3 イコール 4x+9 7x-3 イコール 4x+9。 用意スタート。これは x をこっちに固めるからの、 x じゃないのをこっちにまとめるからの12。出ました。え、待って3、うん、あとで4かな。ほう、すごいね、早くない？皆さん早いですね。 x=4。 正解、ピポピポ、ありがとうございます。一次式は理解しました。一次式はよみがえってきました、記憶が。やばいやばい、一次式でつまずいてたらもう因数分解なんかやばいじゃないか。やばいじゃないか、どうしよう。一次方程式の利用嫌いなんだよね。文章問題嫌い。待って、びっくりした。待って、今ね、一応かあゆめからね、勉強やばくないって来たんやけどって。見よんかな、見てないよ、絶対見てるわけないよね。怖い。サイモンさん、クマありがとうございます。クマ、一応かあゆみちゃんから勉強やばくないって来たんやけど、そう見てるんかな、怖い。クマありがとう、サイモンさん。クマありがとうございます。見てそう、絶対見てない。あゆみにヤバくないって言われたらどうしたらいい、私は。学力テスト上よ、 ST が学力テスト私の方が上やかな。そう。まさかの。それな。いや想定外よそんなの。比例の利用、比例の利用、比例式の性質、それはしな。確かに。でもあゆみパイセンだから教えてもらわなきゃいけない、高校の勉強。AN=BN、 そういうことか。比例の性質はこうらしいです、皆さん。比例の性質、 A と B が比例してて、M 対 N が比例してて、ここがイコールだった場合、 AN=BM でこう求めるらしい。こっちはこっち、外は外、内は内で、こうイコールで結べるんだ。これは忘れてたな。ポン。なるほど、わかりました。ってことは、じゃじゃん、問題、X 対12イコール3対4、 X 対12イコール3対4。ってことは外は外、はい、待って、外は外、
週にかける3ってことだから、3、2が6、陰3が3、4、6、うん、4、4、5、20、4、6、20、4、7、20、4、3、2、4、3、6、X イコール9、999、すごい早いみんな、 X イコール9、こういうことだ。 X と4をまとめて、12と3をまとめて、 4X イコール36、答えは X イコール9。ふぅ、安全やん、すごいな、みんなすごい。消費税の計算に使うよ。え、消費税の計算わからんもん私。渡すはいい、でも大体予想当たるそう、大体予想当たりよ。こんぐらい、これ税抜きってことは税足したらこんぐらいかなって思ってたら大体当たる全然計算しないけど、カンカンカン、正解、やった、ありがとうございます。それではこちら小の問題という第3章、中学校1年生の3章が終わりましたので、小の問題で確認していきたいと思います。勘だよ、いつも勘。それでは、方程式を解きなさいか、これで1個。あ、出た、アリサがさっきつまずいた問題。はい、マイナス2分の 1x イコール6は、マイナス2分の 1x イコール6、これは分かった分かった、こうしたらいいんだよね。あ、待って、こういうことだよね。マイナス、あ、そういうことか。はい、 X イコールマイナス12、おー、マイナス12、イエーイ、ありがとうございますありがとうございます。 X イコールマイナス12、どっちむらにも同じようにかける2をしました。よっしゃー、正解クリアクリアクリア。次、もう一次方程式は全然簡単ですね。はい、次、 4x プラス7イコール 4x マイナス、うん、あ、ちゃ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 、 4x プラス7イコール4マイナス 2x、 4x プラス7イコール4マイナス 2x、 用意スタート成長している、よし、X をまとめて、それ以外もまとめる。うん、うん、うん、待って、うん、え、待って、うん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 、6分の1 3 1、2分の1、 X マイナス2分の1、おー、ブラボーブラボー、当たってるやん、ありがとうございます。 X イコール2分の1、ピンポンピンポン、みんなすんげー、みんなすんげー、すんげー早いね。なんかに書いてるの、それとも暗算、すごピーマンやるやん、ありがとうございますよっしゃー、続いてうわ、 A が出てきた、 A いきます。はい、3カッコ 2A マイナス5カッコ閉じるイコール 6A、 あ、ちゃちゃ、6マイナス A、 3カッコ 2A マイナス5カッコ閉じるイコール6マイナス A、 これをいきますね、用意スタート。あ、初見さん見つけた、トゥーさん、こんにちは、
ありがとうございます。STU48 広島県出身の19歳、ありちゃんことミネオシャリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。待って、早くない？早い、速度速い。 6A15=6-A。7321A=3。答え3。ふう、ありがとうございます。解けた。 A=3。 途中式もバッチリ正解。よっしゃい、ありがとうございます。分配法則、分配法則、分配や、分配や、よっしゃ、分配や、やー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 、分配や、いいねいいね、計算高まる、楽しい、計算高まる。これな、久しぶりに計算したやろみんな。すごい、なんでわかるんですか、よく覚えてるな。うわ出た、これ倍にせんといけんやつや。小数出ました、ダダン。 1.1x プラス 1.4 イコール3マイナス 0.5x は、 1.1x プラス 1.4 イコール3マイナス 0.5x。 それでは用意スタート。これはおー、こう直します。そしてからの2だから10。おお、シンプル。答えは x=1。 答え1。ほう、すごい、めっちゃシンプルだな。答えは1だ。1だ、すごい、音合ってる、やった、ありがとうございます。これはあの全部に10をかけて、そう、小数値じゃなくするのがポイントだよね。11と5と30、14とこう全部10倍していくことがポイントです。初見さんだ、ありがとうございます。坂大生って何？大阪大学？大阪大学の頭のいい方？もしかして。こんにちは、どうぞ通ってください。ひろたかさんもはじめまして、ありがとうございます。坂大、大阪大学、すっごー、 STU48 広島県出身の15歳、ありちゃんことミネウシアリサです。イエーイ、よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローよろしくお願いします。半大、半大半大って読むんだ、なるほど、半大の方いらっしゃい、ありがとうございます。 ST48 ミネウシアリサです。よかったらルームフォローよろしくお願いします。右上のハートをポチッと、ルームフォロー待ってる。そして JK になる私に中学校の復習を教えて。中学校の復習をしておる、すギョーい、ありがとうございます。消し消し消し、続いての問題、すんぎょーい、家庭教育、それな。東大だ、うえい、これでありさも東大だ。ビリギャル風よ、私は慶応大学を目指しながら東大を目指す。ほんまにすごいよね、ビリギャルって、なんでいけたんやろ、ほんとにびっくりしちゃう。お、じゃあ比例のやつ使います。比例、
対5イコール、カッコ X マイナス3カッコ閉じる対カッコ5を足すカッコじゃない X カッコ閉じる、じゃじゃん、こちらでいきます。塾で遊ばんかったらから、あ、塾いけるっしょ。ドラゴン桜でも東大行ける、誰ドラゴン桜ってこれはまずこっちを、待ってよ、こっちを整頓せん、待って、どういうことこれ。あ、分かった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 、理解理解。待って、ちゃうこっちか、外枠は外枠だ。だからん、ちょこうか、ってことはマイナス、マイナス x イコールマイナスの35だから、答えは35、答えは35ですか。ビビンめっちゃ数字だらけになったけど、答えはここにある、 x イコール35。さあらちゃん、花束ありがとうございます。あ、ひろしげさんと一緒になってる。みんなも35になりましたか。あれ、まさか解くのやめた、まさか、優勝合ってる。 X 外枠は4はこっちの分とくっつけて、5はこっちの分とくっつけたんや。みんな計算、絶対もうやめたでしょ計算するの。35合ってることにしよう。イエーイ、そうそう、やった。ニシピー小判ありがとうございます。ニシピー、普通にこうこうやばい、こう4はこっち、5はこっちでやりよった最初で、間違いに気づいたんだ。お勉強続いてる、えらいチョコキッチャー、お勉強祭り、暗算むずい絶対もう計算諦めたでしょみんな、悲しい。これしょこれしょ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 、よし、賢い、いや取り戻してきたよ。アリスは賢いんだよ、そうすぐ理解するのそうすぐ理解するんやけど、すぐ忘れるからさ、忘れてるわ答えがコメントじゃない、そうカナピエン。じゃあ中学校1年生の3章はできました。比例と反比例、え、これってさ、比例と反比例って計算だったっけ。比例と、比例と反比例って計算だったっけ。比例定数、比例定数あ、それ苦手、比例と反比例だって。これグラフ書く系よね、だからこれは座標軸、あ、これグラフ書く系だよね、だからもうあれだ、計算ではないね、これはグラフ書く系はできないわ。だったらもう終わったかもしれない。次は平面図形で、図形の問題になるし、へえとか言ってやばいやばい、あーね、
こういうちゃんとやってるじゃないか。こういう感じでこの図形と同じ図形をここに書きなさいっていうあれだ、平面図形。なるほどね、なるほど。じゃん、おお、ちゃんと暗記ペンも使って勉強してるわ私って。勉強した跡がある、そうちゃんとやってる跡がある。うんうんうん、扇形中心角、わお、扇形の弧の長さと面積出た、出たよ、扇形の求め方だこれ。うお、忘れてる。皆さんに問題です。これはなんだ、待って、長さが B、 面積が S か、あ、なるほど、扇形の面積の公式は何でしょうか。はい皆さんに問題です。扇形の面積の公式は何でしょうか。面積を S とします、 S としてください、 S イコールで答えてください。ふんふんふん、あ、なるほどね。あー、なるほど、わかった、覚えてない、忘れました。あー、すごい、まさし推しさん、いきますよ。 π かけ半径かけ半径かけ360度分の X、 ピンポーンすごい合ってる。扇形の面積は、やばい、もうこれ忘れちゃったわ、やばい。これはちゃんと書いて覚えましょう。πr の2乗かける360度分の a。 なるほどね、こちらです、じゃじゃーん、すんごい。みんな半径という言葉すらね、それの半径と中心角がポイントです。r が半径で a が中心角ですね。これは長さです。扇形の長さは2πr、 半径かける 2π かけるの360度分の中心角、 2πr かける360度分の中心角。面積、扇形の面積は πr の2乗かける360度分の a、 πr の2乗かける360度分の a。 面積はπr の2乗かける360分の7で、よし覚えた、全部の360度分の中心角って覚えたらいいんだよ、360度分の中心角。はん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 、これは忘れかけてたわじゃあ練習問題、何か扇形求めろみたいな、あった、ありましたよ。林先生公式覚えましたかね皆さん。待って、 2πr かける360度分の中心角が長さ、面積は、2πr かけるだから πr の2乗、パイ r 2パイ r の2乗、え、2いるった、いるいるっけ、パイ r の2乗か、長さの時が2パイ r ん、 r つんつん、あ、そういうことか、分かった、面積かける面積、面積の時は半径かける半径だけど、長さの時は足し算だ、半径足す半径だ、だから2パイ r、 半径2個分ってことか、分かった分かった分かった、覚えた覚えた覚えましたよ。あ、あれだ、円の長さの時、円の時と一緒か、長さを求める時は半径足す半径だから半径が2個 2πr、
面積ってことは半径かける半径だから半径の2乗ってことか。 OK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  直径ってことね、利用するね。 OK 覚え直しました、覚え直しました。半径が半径が4センチ、中心角が135度、半径が4センチ、中心角が135度の時の面積を答えなさい。それではいきます、よーいスタート。ってことは2π じゃない、 πr の2乗だから半径かける半径かける4×16π かけるの360度分の135。わお、めんどっちい。5735 5735 5 2 2 3 3 2が6 3 4 2 3 9 27 OK 1 2、あとは2、3が6。答えはん、扇形ってこうか。 OK 出ました、答えは 6π 立方センチメートル。え、2だよね、扇形ってぺっちゃんこでしょ、2だよね、6倍立方センチメートル。どうだ、イエーイ、ひろしぐさと一緒だった新潟からこんばんは、ありがとう、ダイナソーあなたもありがとうございます。やったできました、答えは6倍立方センチメートル。できたー。じゃあ次はあの長さこの弧の長さを調べます。弧の長さ、よっこらしょー、こっこらしょー、こっこっこらしょっしょい、扇形の弧の長さあったなー、あ、なんかあったなこの長さってことはなんかあれだよね、この長さだったらいいんやけど、別に扇形ってなんかこんな形じゃないですか、この長さだけだったらここしか求められんのよね、この長さってことはここだけのことよね、だからこの扇形を求めなさいって時はこことここの長さも足さないといけないっていう引っ掛けがあった気がする、思い出した。この長さを求めなさいだったらここだけだから別にいいんだけど、扇形の長さを求めなさいってことはこことここも足さないといけないっていうあれを思い出した、引っ掛け問題そうそうピザ、じゃああれは、え、何だっけ、長さは 8π2πr だから、あ、いいんだ、かけるの360度分の135、8、え、これ何本になったっけ、はい出ました、3、答えは 3πcm 答えは 3πcm。 どう、多分3。おー、ありがとうございます、やったぜ、答えは 3πcm です。
や、合ってる？嬉しい、やったぜ。扇形の面積 を忘れないようにしましょう。扇形の面積の求め方を思い出しました。よかった。マリナが髪の毛切った知ってるよ。え、やばいよね。え、ショールーム始めたの？私知ってるよ、わたこすいは。そう、あのツイッターに載ってたじゃないですか、髪切りましたって。それからもさらにまた切ってた。どこどこ、え、ほんとだ。やばいやばい。え、これ揃えたのかな。おお、マジマジすごい。え、これね、え、違う、綺麗になってる。なんかこれね、誰やってなってる。なんかね、びっくりしたい。昨日ね、そう LINE してたらね、え、今の写真送ってあげようかみたいに言われて、おーみたいに送ったら、ドーンって今の写真が来てから、そう、アリスはツイッターで見た、マリナが切った長さは一丈見たんよ。そう、え、え、さらに切ったって言ったらね、そう、自分で切ったとか言い出すよ。やばくない？そう、あの思った以上にあの美容室の方に切ってもらえんかったから、もう自分で切ったとか言ってから、はバカと。そう、その時なんかガタガタやったもん、自分で切ったとか言っとったけん。だから綺麗になってる、直しに行ったのかな。マジ焦ったもん、自分でしょ、それな。いや、マジバカと思って。可愛かった、よかった。もう、いや焦ったよ、自分でさ。だって美容室でからちゃんと切ったのにさ、そっからさらにまた自分で切るとかアホじゃない。私でもやらんけどって言った。笑ったもん。よかった、たまにいるよマジ。よかった、可愛かった。発想がこれ、それな。もう焦った、こっちが焦るんだけど。笑った、ほんとよかった、よかった、よかった。空間付けかっけえ。空間図形とかめっちゃ懐かしくないですか。母船、母船とかあったな。やばい、忘れてるわ。声出していいんだよ、空間図形、空間図形。母船忘れたわ。ちょっと何のためにいるんかいね。ああ、こうやってキューってこう書く時の長さだ。空間図形ってさ、なんか想像することが大事じゃん、頭で図形を。だから苦手なんだよね。ここにこうあって、たら、てん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 、てん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 。わかりますか？ここのこの線のことを母線というらしいです。ここの長さが分かったら、これをピュー。とこうすれば図形になるよっていう、ここの長さのことを母線って言うらしい。そう、ちょっと忘れてた、アリサも。でももうこれは計算系じゃないからさ、とりあえず図形ね、苦手なんだよね。わかんねえや、表面積、側面積、底面積だね。あったね。球の体積と表面積、あ、球出た、球。あう。
って待って待って、あったねーって感じ。9の、あ、9はここで出てきたんか。9の体積と表面積、体積、9の体積の公式は、はい問題、9の体積の公式は何でしょうか。9の体積の公式とか忘れてたわ。9の体積の公式はですね、3分の 4πr の3乗だそうです3分の 4πr の3乗です。9の体積はなんで3分の4だったっけ。これなんか説明された気がするけど忘れた。3分の4はもう覚えないといけないってことにしよう。忘れましたそれな、ツュンツュン。2乗ってことは、そう、縦と下と上でこう平面なんですよ。でも今度は9ってことはこう奥行きも出たから、下上奥行きで3乗になったんですよ。そう、そういうこと、そういうこと。9の体積は3分の 4πr の3乗。そして表面積の求め方は4。体積が3分の 4πr の3乗イコール体積。で、表面積の時は表面上だけだから2乗になります。よし、はい、スクショタイムこれは9です。9の体積は3分の 4πr の3乗3分の 4πr の3乗。そして、9の表面積は 4πr の2乗という感じでございます。そう、勉強な。高さが直径と等しい円柱の体積の3分の2だからだよ。ああ、高さが直径と等しい円柱、難しい忘れてた。一日中勉強配信すごいですね一日中はできない。マリナが髪切ったら知っとるかな、アリサ。そう、一番に見た人、イエーイマリナが髪の毛切ったの一番に見た人、私、ミネオシアリサショート、ついにショートにしてもうた、アリナちゃんがそう、すごいずっと言ってた、ショートにしたいって言ってたけど、みんなから絶対長い方が似合うって言われてずっと責められてたついにショートにした、マリナがまあ見られたらね、あれだよね。そう、みんなショートにしたてはびっくりするけど、そう、葵ちゃんもびっくりしたけど、見慣れたらキャワウィひどい。そう、みんな、いや絶対ショートはダメだよってみんなに言われてた面白い。うん、前髪楽しいで、そうなんね。なんかみんなね、髪の毛一緒になるよね、真っ黒だから。みんな難しい。そう、めっちゃ長いミュウミュウとかチホンヌぐらい長い人か、そう、アリサぐらいの長さの人はめっちゃおるそう、こんぐらいの人か、ココアとかぐらい、今葵ちゃんとかぐらいまでショートの人か、3段階3段階やな。それでみんな髪の毛真っ黒やから見分けつかんよな。そうね
ドゥ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 、ショートにしたくないアリサ絶対日本とどう思う、ショート絶対ね、やだな、やりたいなとは思わんかもしれそう、どう思いますか、ショート似合うと思う、うん、前髪作った時にそうちょっとだけそう、あの前髪だけだったらあんま変わり映えはするけどそう前髪作った時にそうこれの長さが微妙すぎるけ短くしようかなとは思ってるけど、そんなショートベリーバルショートはまではいかない、ショートは嫌だな、キノコぐらい、キノコちゃんぐらいかな、うん、ただいまー、おかえりー、おかえりんご、幼げになりそう、確かに幼げん、ああね、大人っぽくしたいけど前髪切るのにね、アホやな確かに、でもいいんだよね、幼げになってもいいんだうん、でもショートにはしないかも、そうカノンちゃんになりたいからそうポップティーンのモデルさんの憧れの女の子カノンちゃんになりたいからショートには絶対しないかも、うんうん、当分そのままがいいと思う、でもね、いやそうなんけどね高校生になったらやりますって言ってからやらんのかいってなったら、いや今そういう状況じゃない、そう中学校入った時からずっと高校生になったら前髪作りやすって言っときながら、いややらんのかいっていう状況じゃん今だからね、早くやらないととは思ってるんですよそう、それはそうなの、すんごい裏切ってるからさそう入った途端もうずっと高校生になったら前髪作ってイメチェンしますよって言ってんのに、もうなったじゃないかいっていうあれじゃん今ハッシーハートありがとう、ハートなったのに何してんねんって話じゃん、だからね早く、そう早くそうチェック、そうOK が出るまで早く痩せて、顔痩せ、そう顔シュッと顔が丸いからダメなんだよ今、だから顔を早くシュッとしてそうすぐ作りますまた来たよ、ヤッホーありがとう、顔が丸いから今ダメなんだよね顔を細細にさせて丸顔じゃなくなったらやる、丸顔最高ほんと、うん、顔が丸いから痩せさせるね、うん、アーシャ公開、アーシャいつなんやろね、丸顔好きほんと、いや丸顔には変わりないと思うよ別にもう骨格が丸顔やからさ、丸顔は変わりないと思うけどさ、そうもうちょっとここのここの脂肪を落とす脂肪を落とす、体健やかちゃ飲もうかな、アリちゃん可愛いと思うよ、どういうこと、アリサもショート、マリンダぐらいの、絶対に合わんよ痩せても丸いか丸いか悲しい、骨格でしょ、でも顔はシュッとなるじゃん、そうこの今のあのアーシャが一番ダメそう今のアーシャの私が一番ダメ、丸顔好きだよ本当、ST 一番顔好き、嘘私嘘嬉しい、ありがとうございます、うん、これはすんごく嬉しいかもしれない、可愛い子いっぱいいるのに
二週と50完了ありがとうございます。アリサが好きなのがイケボイケボ。今のアーシャの話マジで1年聞いたそれな1年経ったらさ大体見慣れるじゃん。サザエさんの時もさ見た瞬間はやばいと思ったけど、そう1年経ったらなんかすごい好評でからわーい、自分なりにあれ一番お気に入りないけどさ、いや今年のは好きにならんかったね。1年経っても今年のはマジでやばいと思う。うん、目も好き。本当、確かに目はそう、うん草生えられてる、かわいそう。私目は涙袋がさそうないからもうってなってたけど、そう二重の線あるから好きだよでもねコウコちゃんのね目がマジでいい。え、あれはいい、メイクしやすいメイクしやすいお目目でいいね。そうこの目に塗る、目の上に塗るところもここに塗るんですよって感じで、そうあのすごい幅があるし、涙袋のどこに書いたらインクようわからん線をここに書かなくてもちゃんとここからが涙袋ですよっていうのが笑った時に出るんよ、コウコちゃん。そう笑った時にここからないでここからないよっていうのが出るから超羨ましいいいないいなってか、わかる？そう下書きしちゃったそうアリスはこうやってここから涙袋ですよってこうあのお知らせせんといけないよ、ここからだよって感じでそう書かんといけんから、そうだからいつも書きすぎって怒られたりそう目の下やりすぎって言われるけど、こうかちゃんそんなことせんでもそう笑ったらここからの間袋だよっていう線が自然と現れるから羨ま髪型とメイクを福ちゃんにしてもらう配信だよ。おー、福ちゃんは確か信頼できるかもしれない信頼できるかもしれない。なんかコウゴちゃんにメイクしてもらう配信やらんかったっけ、なんかめっちゃ昔あゆみだったっけ、いや忘れたな。なんかあゆみにはメイクしてもらうとこ配信したよね。なんか本当にやばかったあれは、うん、最低最低だったよあれは。おひげのまささんハート、てっちゃんだるまありがとうございますそうあゆみがメイクしたろうって言って、そうあゆみになれると思った、顔顔面あゆみになれるやんと思ったらめっちゃねいじめてきたのそうノーズシャドウめっちゃ黒くしてから、ここでハイライトモアイ像みたいにしてきたあの人悲しい、チーク血色大事とか言ってからめっちゃチーク塗ってからね、やばかった、うん、そういう人そういう人ね、うん、おみちゃん大好きジョーカーあよみちゃん、アリナ可愛いんだ知ってるよ私、第一人者だもん。失恋チュチュチュありがとうてりてて、てん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 。分からん、失礼ありがとう。歌えにゃい。失礼ありがとうのところしか分からん。失恋ばばば、ありがとうばばばば。バスの中で。うざがらみしてくる話っすか、あゆみ、あゆみのことめっちゃ懐かしいやんよく覚えてるね、めっちゃ懐かしいな、ほんまにうざかったよこれはそう、あゆみがそうバスに座っとってからあゆみさん隣に来てとか言ってきたらもうやばい、終わった人生終わりました、ありがとうございましたって感じ終わった時
宮古先生だるまありがとうございますだってなんかね、そうなんか一番ねびっくりしたのはね、なんか寝たいよね、なんか二人で、そう二人でね、もう和室の中で寝とったら、どうなったか知らんのよ、あゆみの寝癖すごい悪すぎたよね、多分アリサのところにすごい占領してきたから、多分アリサはもう自分の居場所なくなって、もういいやって思って、あの椅子の座る席にあゆみが寝てから、その下の普通は足を置くところに私が寝てたの、起きたらそう自分たちの荷物とかも下に置いて、その荷物が枕になってから、そう気づいたらね、あゆみが一人でさ2つ席使って私下に寝てたの、かわいそうかわいそうじゃない、びっくりしたよ、もう、そう、どっかからバスで帰ってきて、広島着いてからおはようございますってなったら、むえーみたいな、超かわいそうだった。ウケる。本当にあれはびっくりした、一番びっくりしたよ。覚えてるよ。超びっくり。体が、なんか首寝違えたもん。首寝違えたわ、ほんと。かわいそうに。あれは忘れられないさ。もう52分やん、びっくりした、もう52分。ということで、この9の問題でね、うん、この9の体積と表面積の問題で中学校1年生の数学は終わりました。パチパチパチ皆さんのおかげで中学校1年生クリア、パーフェクト、イエーイ、ありがとうございます。ということでステップアップしまして、新しい数学2、中学校2年生の問題に、移っていきたいと思いますので、明日からはよろしくお願いします。皆さん、次は中学校2年生、これが終わったら3年生、それが終わったら今出されてる高校の高校の宿題のプリントがあるんですけど、それをやりたいと思いますそう、中学校の復習終わったら高校の、宿題に取り組んでいきますので、よろしくお願いしますよし、よかった、無事1年生はクリアできました。それではキャッチフレーズをいきたいと思います。でも高校の宿題もまずは中学校の復習みたいな感じだからいけるっしょそう、まだそんな初っ端から高校の超難しい問題出されてるわけやないけ、いけるっしょ。ではキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサ号出航。はい、ありがとうございます。高校1年生アリちゃんこと峰吉アリサです、イエーイ執行ありがとうございます。それではギフトを読みます。じゃじゃん、みやこ先生、てっちゃん、ハッシー、ダイナソー、ニシピー、サーラーちゃん、旅人マー君、サイモンさん、フーさん、シノップさん、ヤスベさん、スケーモン君、ソイチローさん、ヒューちゃん、チャコキッちゃん、母さん、有望さん、母さん、カラコン野郎、イサムさん、ヤスベイさん、ひとりごとさん、アモーレおじさん、てっちゃん、ギフトありがとうございます。それではランキングいきます。13位ナズちゃん、12位ユイチダビッドソン、11位アモーレおじさん、10位ピザさん、9位ウィクエムさん、8位ネイビームくん、7位ヒゲノマスさん、6位有望さん、5位ひとりごとさん、4位サイモンさん、3位てっちゃん、2位ソイチローさん、1位はヤスベイさんです。ありがとうございます、イエーイ、パチパチパチ、ありがとうございます。皆様今日もお疲れ様でした。明日は金曜日ですよ、早い。わはは、お水、お水、サンタ？あ、ケンタだった。ケンタ
だ初見、かわいいぞ、かわいそう、初見じゃないよね絶対。ありがとうございます。ルームフォローはしてる。ケンタさんだかと思った。ケンタさん、ルームフォローはしてますか？右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。ルームフォローはこちら。明日金曜日だよ。リボンお気に入ってる。リボンカチューシャこれお気に入ってます。なんかヘアバンダナだったらね形決まらんくて難しいけど、うわこれはチョンってこう刺すだけやから楽ピン。初期メロの新しいのありさに聞く。シューン、初期メロディー、今度初期メロディーにしよう。メロディーメロディー、黒いのいいでしょ。ダダン、イエーイ。明日も頑張りましょう皆さん。明日で今週は終わりです。拍手。明日で今週も終わり。嬉しい。そう、高校のね宿題のプリントをやらなくちゃいけないのもあるし、そうやらなきゃいけないことはたくさん。頑張っていこう。ルームフォローしたよ、ありがとうサンタさん。サンタさんありがとう。他の可愛いカチューシャプレゼントよ。嬉しい。カチューシャ集めてんの今。でもね、アリサが知ってるお店にねあんまりいいのがなくてね。嬉しい、カチューシャ可愛いの見つけたら。待ってます、待っております。白服可愛い。これ、これアディダスなんですよ。めっちゃ久しぶりに出した。うーん、よかった。ボワ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 。うん。さよなら今週、ようこそ未来の今週。あなた、お日様、お日様嬉しい、ありがとう。いいねいいね、カチューシャ集め峰吉なんで、みんななんかいいのあったら。待ってます、楽しみ。それではそれでは、また明日お元気で、バイバーイ。すぐ寝ましょうね。すぐ寝ましょう。ハッシー、ハッシーハートありがとう。ハートありがとう、アイシー。おやすみ、初見のミッキー、バイバイ、ありがとう。バイバイ。ルームフォローした？みんなルームフォローしてね。それではまた明日、おやすみね、おしー、バイバーイ。母さんかわいい、ありがとう。ありがとう。バイバイ、また明日、おやすみね、おしー、バイチャラポーン。